ブームタウン・ラッツはアイルランド出身のパンク、ニューウェーブ・バンド。同国の代表的なパンク系グループの先駆けとして活動していたが、1980年代に解散。長い沈黙を経た2013年、約27年ぶりに活動を再開した。メンバー6人全員がアイルランドのダンレアリー出身。ブームタウン・ラッツというバンド名は、ウディガスリーの自伝。 ギターをとって、弦を、晴れに登場するギャングの名前に由来する。著名なバンドになりはしたものの、その業績は皮肉にも、リードボーカリストであるボブ・ゲルドフのチャリティー活動の影となってしまった。1981年のグループショット1975年に、ボーカリストのボブ・ゲルドフを中心に、アイルランドのダブリンで結成され、1977年にデビュー。 1978年にシングルラットトラップでアイルランド出身のバンドとしては初めて全英1位を獲得し注目を浴びる。1979年に全英1位となったシングルアイドントライクマンデーズは同年の1月29日にアメリカのサンディエゴの小学校で当時16歳の少女が起こしたライフル乱射事件を描いた曲。タイトルは 彼女の犯行動機の一つが月曜日が嫌いだったことによる。銃社会のアメリカで2億兆を超える銃が所有されている中、頻繁に起こる乱射事件が起こるたびにこの曲がメッセージしている事柄が問われている。日本には1980年1981年の2回来日公演を行っている。6人編成であり、複数のリズムを集結させたポリリズムを持つバンドでもある。 ゲルドフ曰く、ラッツはパンク感覚とともに、抜群のメロディーラインに恵まれたバンドさ。とのこと。ゲルドフは1984年に Do Zey No It's クリスマスのリリースなどによる、アフリカの気が救済のためのチャリティー企画バンドエイドを成功させ、さらに米国の USA4、アフリカ誕生のきっかけにもなり、後の1985年にはバンドエイドや、 USAFO アフリカをはじめとする世界的チャリティーコンサートのライブエイドも成功させた。こうして、ゲルドフが名声を得る一方で、バンド活動は停滞、1986年に解散した。2008年、ギャリー・ロバーツとサイモン・クローラが、ザ・ラッツという名で、ブームタウン・ラッツのクラシックナンバー演奏を主体としたライブ活動を始める。翌2009年以降から、 ボブ・ゲルドフ、ピート・ブリケット、ゲリー・コットラドも断片的にギグを行った。2013年、ゲルドフ、ロバーツ、ブリケット、クローの4名で正式に再結成を果たし、約27年ぶりに活動を再開した。2017年、デビュー40周年に向け、33年ぶりにアルバムリリースを公表。ありがとうございます。